全国のニュースでもお伝えしたように、新型コロナの陽性者の全数把握が佐賀など4県で今日から見直され、患者の発生届は重症化リスクの高い人などに限定されます。今日から全数把握を見直すのは佐賀、鳥取、茨城、宮城の4つの県です。これまでは医療機関や保健所がすべての陽性者の氏名や住所などを国に報告していましたが、今日からは発生届の対象が重症化リスクのある高齢者などに限定されます。佐賀市のモルクマ病院では発生届の数がこれまでの5分の1程度に減少すると見込んでいます。職員1人が1日中発生届の提出に関わらなければいけないというような状況でした。医療現場は特に事務的な負担なんですけれども、負担軽減につながると思って大変期待しております。一方、発生届の対象外となる陽性者は佐賀県では自宅療養支援センターを通じて健康観察や支援物資の配布などが受けられるようになっています。